はい、こんにちは、ジャンゴです。昨日ドラクエライバルズガチャを引いて見た動画を上げたんですけど、まあ、最後にレジェンドが2枚引けてダイヤモンドスライムとブギーが引けたので、まあ、その2体を使ってデッキ組んでみようかなってことでね、まあ普通のというかメタルボディのトルネコを作ってみましたって感じかな。まあ普通なのかよくわからんけど、まあ今までなんか自分で遊んでた時は人の参考にしたりとかっていうのが中心だったけど、まあこれは一から組んでみましたよってことで、まあうまく機能するかはよくわかんないけど、まあこれでね、そうガチャ引いた時ね、まあいいや、とりあえず入ろう。ガチャ引いた時にはバランス調整で弱くなるカード錬金石うまいからっていうんでなんかチェックしただけだったんで、よく見たらねトルネコのカードもどうしようっていうか、ダイヤモンドスライムとかもなんか強くなってたらしいので、高校は嬉しい。あ、これはなかなか今いいんじゃないのっていう感じかな。とっておきをお見せしましょう。骸骨だとアグロだかゾンビだかわからんな。まあでも次アロードック出せるか。アロードック出すと自分もやられちゃうか。何にするか。雲の巨人から行くのかな。じゃあ少しは役に立ってみせろ。あらま、あ、そしたらアロードック、いやーどうだろう、アロドックかで、短種量さてと、骸骨2体、これなんだ、ゾンビなのかな。お手に任せて。いやー、これは一旦ここ取って幸せと命つけて顔殴っちゃうか。全くメタルっぽくないね。押せてなかったか。全くメタルっぽくないよね、ここまで。あー、いてついた。それは悲しいことだね。これはまあでも別に今んとこ悪くないか。私のターンですね。痛み分け今じゃないっていう、ランダル出しちゃうか。これでメタルのコストが軽くなるバッジだな。うん、そうね、3コスト4コストで出せると。そしたら次どうしようかな。あ、これ痛み分けでもいい。あ、違う、痛み分けすると、痛み分けするとこいつが死ぬから、こいつも死ぬのかってことは、種つけてから痛み分けるか。種つけてから痛み分ければ、まあ種で総裁だもんね。それでいっか。種つけて痛み分けしてぶん殴ると、とりあえずこれでよい。相手は本当にゾンビで、ゾンビ、いやでもゾンビっぽいか、アグロ、わからん。あ、ゾンビだ、ゾンビだった。
まあ、こっちもメタルボディなのはこいつで分かったと思うけど、これどんどん顔面に行っちゃうべきじゃないか。これなら病気を見せしましょう。あ、でも貫通させれるか。4点、メタキン貫通か。メタルキング超力の種ドーンで、まあ、テンション上げると戻っちゃうから、そろばん装備で顔面攻撃して終わりか。何にするか。なんか手札差的、あ、手札差はないか相手の手札少ないし、盤面的になんか勝てそうな気がするな。あー、いてつく、すごいいてつく。で、使いはでも7点食らうよね、これ。運を天に任せて。7点、11点、あと2点。いや、でもあと2点でも仕留めきれはしないか。分裂で増やしても仕留めきれない。あ、っていうかこれどうなの、封印されてると速攻も消えてんのかな。分裂で増やしたやつ消えてるか、普通に考えたら。であれば、まあ、盤面並べて顔に攻撃して、終了かな。無だ、全てを無。なんか何とも言えないな、これだと。あれ、復帰を待っていますになっちゃった。しょうがない、エンジェルスライムでも眺めるか。あれ、あ、いたいた、こいつくるんって。まあ多分もう帰ってこないのではっていう気がするから、いろんなとこ触って遊んでるかここの角で出てくるのってエンジェルスライムだけだよね。あのスライムとか一角ウサギとかが出てくるような馬車のあるとこと違って固定だよねと思いつつ、あれ、なんか出てこねえな。あ、出てきた出てきた、クルン。ここのギミックって他にないのかな。まあたまにマスタードラゴンっぽいのが背景を通るけど。あ、終わりましたね。見事、うん、貴様の勝利だ。この一戦だけだとよくわからんなまあとりあえず長くなっちゃうとまた動画上げれなくなっちゃうので一旦これで終わりにするけど、まあ、もう一回ぐらい遊んでみようかなと思います。ということで、もう一回っていうか、まあ、うん、ありがとうございました。一旦終わります。